前回の動画では土の中の生態系に注目してその食物連鎖を見てきましたピラミッドはちょうどこのようになっていて一番下には動物の死骸や枯れた植物それを食べるトビムシダニミミズがいていてそれを食べるムカデやクモそして土の中の生態系の頂点に居るのが一番強いのがモグラっていう話をしたな 実はこういった小動物だけじゃなくて土の中には微生物なんかも住んでいます微生物はどんなおるんかキノコとかカビなどの菌類乳酸菌とか納豆菌などの細菌類っていうのがいています実はこの小動物と微生物は全然違う働きをしてるなでこの動画では微生物っていうのはどんな働きをしているのかっていうのを実験を通して見ていきます こんな実験をしました。ビーカーに土を入れて、上から水を入れます。そして上澄み液を作んねんけど、この上澄み液にさっき言った菌類とか細菌類がいてねな。で、それと同時に、でんぷんを寒天で固めました。で、それを使って、その上に上澄み液を入れんねんけど、一方はそのまま入れます。一方は上澄み液を煮沸させてから入れます。 で、両方ともに溶性液を垂らします。じゃあどうなったか。結果はこのようになりました。A、そのままの方。B、煮沸した方。両方ともほとんどの部分が青紫色に変化した。つまり、デンプンと溶性液が反応して青紫に変化してで、B は全体変化してんけど、A はところどころ塊や毛のようなものがあってんな。 そしてその周りのところは色の変化はなかったっていうのが分かって色の変化がないってこといはこの塊や毛の周りにはでんぷんがないってことやねんなつまり何が言えるかって言ったら土の中にいていた菌類とか細菌類塊とか毛のようなものがそれやから菌類とか細菌類っていうのはでんぷんを食べちゃうっていう働きがこの結果からわかんねな じゃあ最後にどういう働きかをまとめておきます。実は菌類、細菌類っていうのは分解者っていうふうに呼ばれていて有機物を無機物に分解しています。何をしているのかどういう働きで分解するのかって言ったら呼吸することによって有機物を無機物に分解してねな。呼吸っていうのは酸素と栄養分デンプンを使って二酸化炭素と水を生み出すのが呼吸です。 そうすることによって分解者っていうのは体に必要なエネルギーっていうのを生み出してるな。繰り返しになるけど菌類っていうのはカビ、そしてキノコが菌類の仲間です。細菌類っていうのは乳酸菌とか納豆菌が細菌類の仲間になります。こいつらっていうのは呼吸を通して有機物を無機物に分解する分解者に分類されます。